こんばんは、そばです。さっきね、動画を撮って、アップしようとしたんですよ。あのエプシマの話を結構、そうですね、15分ぐらいかなの尺で、まあいわゆる陰謀論はだったり都市伝説だったりとか、陰謀論は陰謀論じゃないじゃなくなってきてますよねとか、都市伝説は都市伝説じゃなくなってますよねとかで、エプシマのことに関してはもう5、6年ぐらい前からね、いわゆる陰謀論系 YouTuber の人たち、都市伝説系 YouTuber の人たちなんかはもうずっと発信してたので、動画があったので僕もすごく興味深く見てたんですけど、まさかこのタイミングで、リストの公開ね。アメリカってすごい国ですねって思っちゃうんですけど、まあ本当に誰でも知ってるようなね、人たちの名前があって、いやー恐ろしいなって思うんですけれども、本当に漫画のようなことってね、映画のようなことってね、実際あるじゃないですか。それを話したのに広告剥がされちゃって、今審査出してます。あとあれ、チャイナのね、とある自治区のね、話、なんか昔のドイツのやってたホロちゃんみたいなさ、なんかこれいろんな隠語を使わないと広告剥がされちゃうんかね、なんか嫌になってきちゃったな YouTube。 あと僕はJ ね、日本のトップアイドル J についても前ガシガシ動画出してたんですけど、ある時からずっと広告剥がされるようになっちゃって、でまっちゃんのやつも最後、最近出したやつはね、1日ぐらい審査かかってたんですよ。あ、友達が来た。そう、それなので、あとピーポーのやつもはね、もうそこら中で白いサイレンの鳴る車がですね、走り回ってるんですけど、今都内であれがすごいねって話をしたらバンされたんです。初めての経験っていう動画出したのに、皆さん俺のエプシマの動画見たいですか？もしつかなくても出そうかな。悲しい。おそばでした。